ただいまの決まり手は突き出し、突き出して木村山の勝ち。ただいまの競技について説明します。行司軍配は東方大道を有利と見て挙げましたが、同体ではないかと物言いがつき協議した結果、大道が残っており行司軍配通り大道の勝ちといたします。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒して大道の勝ち。千葉県野田出身友綱部屋東方若の里東前頭11枚目、青森県弘前市出身鳴門部屋。気をつけて発表。おっ取った、おっ取った、今の決まり手は押し出し、押し出して朝日翔の勝ち。ただいまの競技について説明します。行司軍配は藤東に上がりましたが、藤東が先に土俵に落ちており、行司軍配差し違えで琴行の勝ちとします。ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として琴勇輝の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、
押し出して玉鷲の勝ち。ただいまの協議は確認の協議のためで、沖ノ富士の肘が先に落ちており軍配通り佐田の富士の勝ちとします。ただいまの決まり手はすくい投げ。すくい投げで佐田の富士の勝ち。ただいまの競技について説明します。行司軍配は宝富士に上がりましたが、宝富士の親指と時天空のかかとが出るのを同時と見て取り直しとします。ただいまの決まり手は肩透かし。肩透かしで時天空の勝ち。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して千代大龍の勝ち。天ヶ崎出身春日野部屋東方高安東前頭7枚目茨城県土浦市出身鳴門部屋。
ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として高安の勝ち。今の決まり手は寄り切り、寄り切って勢いの勝ち。印旛郡境町出身千賀の浦部屋、東方賀賀丸、東前頭4枚目、グルジア飛び出身木瀬部屋。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して賀賀丸の勝ち。ここで勝負審判の交代であります。